お疲れ様です。マッピーです。3日ぶりに動画を撮ります。今5月23日なんですけど、ほぼ3日ほど動画撮ってませんでした。ちょっと喋るのも久々だなって感じなんですが、その理由があってね、別にオセロニアのモチベが低いわけじゃないんですよ。本当のことを言うと他のことにモチベを取られてて3日ぶりですね。ということでやっていきたいと思います。で、今日はこの補正ですね。アタック 0.9 なのに今回なんとね、神タン使っちゃいます。どうやら噂によると今日の補正神タンで勝てるらしい。なんか暗黒とかいるらしいし、なんか神タンで勝てるらしいよ。なんかバフメタ逆にされないからみたいなところあるらしいよ。正直信用ないんですけど、勝てるっていうのがね噂であるんで、まあ、ちょっと使ってみたいと思いますね。はい、やっていきます。で、なんでね俺がオセロニアのモチベじゃなくて他のことにモチベがあるかっていうと、ルーンファクトリー5っていうゲームが出ましてね、俺ルーンファクトリーっていうゲームのシリーズめっちゃ好きで、で、まあ、何年かぶりに新作が出たと。なんかその元々会社がね、こうなんだっけな、倒れてっていうか、あんま覚えてないんですけど、それでゲームのシリーズってのはもう新作出なかったんですけど、なんと復活してね、ルーンファクトリー5出て、くっそ面白いですね。めっちゃ面白い。なんかロードとか気になったり、動作がカクついたりとかね、まあ、ちょっとこう気になるところはあるんですけど、それでもやっぱ俺たちのルーンファクトリーが帰ってきたんだと思って、めっちゃ楽しんでますね。で、まあ、ゆっくりゆっくりやってて、で、これをゲームってどういうゲームかっていうと、まあ、牧場物語系のね、やつと、あとなんかアクション RPG が合わさって恋愛もできちゃいますよみたいな最高のゲームなんですけど、ちょっとね、女の子みんな可愛すぎて困る。どうすればいいかな。女の子とりあえずみんな可愛い。あー、どうしよう、これどうしようかな、どうしようかな。 C もありだけど、あえてこれ X いっちゃいたいと思います。おっと、なんだその穴。いや、俺踏み穴ないと思うよ。踏み穴ないと思うんで、どうせリリティでしょ。なんでこれ普通に2枚返ししてきて D5 から芝木に行きたいと思います。で、ロックされても一応リンガと出ますし、おー、まあ、コンボ封印やんのね。コンボ封印やんのは相当やね。相当だけど、相当きついけど、まあ言うて春秋残ってるんでよかった。これ仕打ちだったら普通にコンボ封印されて、俺の動線何もなかったんで、結果オーライですね。よいしょ。さあ、アイスブレードして。いやー、でもこれ相手のペースだな。今日アタック 0.9 なのに本当に強いのかって、正直自信ないですよ。正直、疑ってるけど。あー、いい夏ブラだ。いい夏ブラ。F4 入られるのだるいけど、F に打ったら、右下 X 来ると。右下 X もだるいな。うわぁ、これどこ打たれてもだるいな。どこ打たれてもだるい。どうしよう。どこ打たれてもだるい。どこ打たれてもだるいな。右下 X 入らせても F4 系、その後打たれるのが関の山でしょ。これどこ打てばいいの。どこ打ってもきつくね。いやいや、リンガ取っとくか。よいしょ。ちょっと早いかな。まあ、早いかもしんないけど。右下 X 守護者とかワンチャン打ちたいんし、 F4 来たらね、相手のドラマの召喚ね、一体減らせるんでね、一旦これできますか。ゆっくりいきましょう。うん、焦らずね。はい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 。んで、これは一回右下 X 入ってあげていいかな。リッチコンボ上がってないな。ありがたい。いらっしゃい。ジークリッツ、まあ一回ジークしばいとくか。一回ジークしばいて、よいしょ。まあ守護者打つのもありだけど、まあ、一回ここしばけるタイミングなんでしばいときますか。相手は罠ごま切ったでしょ。で、あと、ロックまだ切ってないから一応守護者もっときいのって感じでね、様子見つついきたいと思います。で、これ多分 C6 来るんで、E6 当てて、で、取らせて F5 から動線組みに行きたいんですけど、おっと、そっち来ると。なんだこれ、またんか相手。またんだな。またんですね、これ、あなた。そいつはまた以外に入らん。そいつは俺はまた以外に入ってるとこ見たことね。いらっしゃい。OK、アラジン引いていくと。よし、アラジン引いたんで、これもう当てちゃいまして、よいしょ。よいしょ。ただ次飛ばないなぁ。いや、待て。飛ばないっていうかあれか。E6 来んのか。26来るから飛ばせなくて。ただ、罠ごま切ったし、2手耐えれそうな雰囲気。オッケー、それは、漏れたね。それはもう右上 X に、あらじぶちかましていきたいと思います。ライフは結構強いんでね、今。よし、まあエンデが引いたんで、エンデにします。エンデにします。なんか勝った。なんか勝りましたね。ちょっと久々のオセロニでちょっと緊張するんですけど。なんとか勝ててよかったですね。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。割とギリギリだった。アタック 0.9 でやるのちょっとやっぱしんどくないと思うけど、しんどくないと思うけど、ちょっと俺信じたいと思います。なんか普通に今日の神タン勝てますよって言われたんでね、まあ俺の意思はないん、あそこにあるんかって話なんですけど、はい、そんな感じでちょっといろいろね、他に気を取られてましたね。でもまだゆっくりやってて全然全クリとかまで行ってないから、ちょっとあれだな、若干時間かかるかもしれん。もう一回オセロニアのモチベをね、上げていくっていうのは。いや、違うんだよ。別にモチベないわけじゃないからな。他のことにモチベ取られてるだけで。なんで、まあいろいろやっていきたいと思います。おっと、本当に神タン来た。あ、神タンじゃないわ。暗黒来た。よし、これ熱い。
これは熱いよ。よしよし、本当に神田、ん？じゃない、本当に神田使ってた乱行来た。ありがてえ。さしくるかまして、まあ、さっきと同じ感じでいきますか。初手クラリー。よいしょ。あと、ラウムシュット強いな。ラウムシュットもジークも強いな。今月、神田結構、どうだろう。補正選んで全然強いっていう雰囲気あるな。なそいつから切ると、鱗引いてそう。乱体と鱗引かれたらさすがにアタック 0.9 補正とはいえ結構しんどい。まあ、でもこれウンディーネ引いてるんで普通に行きますか。麦ムニ変置きからの形を組んでいきたいですね。さあ、さすがに乱体と俺鱗引かれてたら結構やばいからね。結構やばいよ。スタート。ああ、まあトンネルムか。ああ、強いな。まあジリアンよりマシだけど。ジリアンよりはマシではありますが、ありますがですね。ありますがです。まあ、麦ったん行きますか。麦ったん行って。あ、そういえばなんか明日、神コレかなんか来るんだっけ。なんかあの、神コレにカップ戦で使えそうなコマが来てるんで、あいつも引きたいなーって思ってますね。ちゃんと見てるからね。俺ちゃんと見てるから。ちゃんとオセロニアの新キャラ見てるから。舐めるな、舐めるな。別にモチベがないわけじゃないから。ちゃんと見てますから。てか俺あれだよ。モチベあるに決まってますからね。今度、カスタム大会開くんでね、よろしくお願いします。この間、告知させていただいたんで、よろしくお願いします。さあ、ここどうしよっかな。リンガッペムカつくしてもいいし、春秋してもいいし。ここ春秋いきますか。春秋行って、で、D5 にウンディーネぶちかまして、コンボ2倍を置いときのリンガット後回しでいいんじゃないかな。OK。逆にここで春秋使わないとね、なんか使いどころが、若干見失いがちなんでね。さあ、ここエルティナとか引いたら神。ラムシュートでもいいよ。そう簡単にいかないと。ウンディーネ打っときますか。すごいなんか、ゲームの起動音みたいな音出しましたね。って感じなんですけど。まあ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 。結構ね、春秋だの、リンガトだの、ウンディーネだの切ってるんで、こっからはアタッカーが手ごめに固まると思います。これ。あれ来た。ちょっとあと一旦早く。やっと一旦早く来てほしかった。あと一旦早く来てほしかったけど。さあ、ここ繋ぐこともできますが、B4 打たれたときに、どういう対応になるか怪しくて、で、E3 来る可能性もあるから、まあ、繋いだけでもいいですね。繋いだけますか。よいしょ。OK。まあ、一応リンガーとあるんでね。で、麦田の子も空いてるし、あれどうせ B4 打ところで相手 E3 来ると思うんでね。E3 来るんで。B4 打ってね、X で取らせるっていうのは美味しいけど、でも多分それしてこないんで。どうせそれを、ほらほら、こういうの来るんでね。こういうの来るんで。OKOKOK。ただこれ美味しいですよ。リンガットで動線組める。エクレル引く。どうしようかな。リンガットここ貼っといてもいいな。コンボ2倍のコマ欲しいな。OK。ここ打っちゃっといて、ただアタック 0.9 が絶妙に打ってほしいな。絶妙に打ってほしい。こっから2連打で行きたいけど、エンデガの発動圏内まではちょっと持ってかれない感あるな。ただ相手 B ゴマ切ってるから結構手ゴマにアタッカーっていうか、バフかける系が残ってくれてると思いたいよ。さあどうよ。おっと。いや、それ美味しいな。それ美味しいよ。次相手、あー F3 でどうせ潰せんのか。美味しいと思ったけど、そうでもない。そうでもない。どうしよっかな。これもここ繋ぐの絶対違う気がするんだ。違う気がする。ここで繋ぐのは違う気がする。2倍3枚返しは残しておきたいような。ここで3枚打っちゃうと F3 打たれて。俺の動線ないもんな。いや、ここはちょっと俺ちょっと我慢させても。あ、待って、A3 当てればよかったな。あ、いや、A3 当て。A3 当て言わんちゃったな。A3 当てやっちゃったな。いや、でも、シェミに行かれたら怪しいんかな。いや、でも、A3 当てだったな。俺 A3 当てて 1.8 枚3枚返し強制させて、エンデが3枚返しぶちかませたらよかったかもな。A3 当てだったな。あー、でもこれ4枚返し繋がるからこれ一見ちゃいますの。カット入るけど半分行ってくれ。よいしょ。あ、行かない。半分行かない。半分行け、そこは。気合が足んないですね。気合が足らん。ああ、ここに、こういう時に限ってミューズ手駒に来るっていう最悪のパターンなんですけど、これちょっとこっち行くしかないですね。さあ、さあ、シェンメイ来ないことを祈り。ただ相手ほとんど捕食切ったよ。シェンメイ耐えれねえかな、ワンちゃん。無理か。さすがに無理か。アタック 0.9 だけど、さすがに無理ですか。さすがに無理ですか。いやでも悩んでるな。悩んでるってことはシェンメない。だから、ここで、消し止めたいよ。次4万円でからぶちかましたいよ。OK、ジェリー、あぶねえ。俺、大丈夫。久々すぎる。オセロニア久々すぎて。狂ってない。いろいろと。打ち筋が。これ、エンデガの方が出るんで、エンデガ打ちまーす。よいしょ。あぶねえ。怖かったー。よいしょ。あ、よいしょ。
しかもそんなにめっちゃ火力出るわけでもないっていうね。あの英語の A の補色とか打たれてたら、あ、A の補色とか打たれてたら、あの耐えられた可能性もあったな。怖いな、 A の補色っていうか、もう A の補色しかないか、ほぼほぼ S 切って B 切って。まあ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 、まあ神タン強いよ、神タン強い。ただあのプレイヤーはそんな強くない。頑張ろう頑張る頑張ろう頑張る頑張る。ちょっと久々すぎるからな。ちょっと今日からちゃんとやりたいわ。今日からちゃんとやる。3日ぶりのオセロニアで神タンをね、ちょっと自分の体の中に注入しましょう。おお、火炎、あでも今日の火炎やだ、威圧の効果やばない、今日の火炎やだわ。まあ頑張りますか、うん、言うてこれ神タンが有利なはずなんで、まあ、威圧が来ない限りはね、頑張りますよ。さあ、今度はクラリーチャー手駒に来てないですね。一旦おひっくるみからいきますか。なんか意外とマデッキ当たんねえな。俺今日のお世話マデッキ多いと思ってたのにな。意外と神タンいけるかもしれない。まあマデッキ来ても、最悪、うん。まあミューズ行けばなんとかなるかな。いやな、さっきの A さん当てだったな、ミスったな。おっと。十字中尾ね。はいはいはい。十字中尾。オッケー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 。玉城ティナちゃん引いていき。ここはちょっと殴る形を作りたいんで、こっち行きまして、ね、どうせ手駒ロックがないんでね。そう、手駒ロックがないっていうのは結構気持ち的に楽ですね。どうせ竜胆回なんでね、このサカー発動してるんで、手駒ロックがないっていうこのちょっとした安心感というか。ああ、そのアベルはめっちゃ強いわ。そのアベソウルはめちゃめちゃ強い。ういっ、エクリルか。まあでもここでアベソウル使わせたって考えますか。もうこれ取っちゃいます。よいしょ、うっとうしいんで取って、で当ててきたら絶対全部バチコリいけるし、多分 F3 とかで F3 か A3 打って飛ぶ、あれしに来るかな。おお、そっち来る。これ当てたいな。これ当ててエデッサ呪いたいけど、そうするか、当ててエデッサ呪いに行きます。でサカはこのターンで終わるんで、強火はこの1ターンを許容すれば問題ないかな。よいしょ。さあ、ただこのコルヌを取らせてベルーガで燃やされるっていう未来も若干見える。怖いな怖いな。うおーおーおー、最強戦法、最強戦法、それ最強戦法ですね。次3900食らうか。まあその分アラジンが発動早まるから、まあ前向きにいきますか。でここは殴るチャンスですね。よいしょよいしょ。さあ、盤面しんどいけど、頑張っていきましょう。頑張れ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 。3900食らって。で、ファイボも残ってる。うん、相手のペースかな。でも、エデッサで呪って。で、ここはおそらく相手は春明を取りたいから、ここ D2 のコンボつなぎに来ないと思うので、2手飛ばししたいですけど、お前、やばいって、それは。痛すぎー。うはん、やばいな。やばい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 。だって、左半分打ったらファイボつながるもんな。いや、C5 だな。C5 が良さそうだな、これはな。よいしょ。よいしょ。食らって。で、相手のコルヌ終わって。フォーティア切ったもんな。フォーティア切ったよな。あと何ある？S 枠。ベルーガー。10本来る。耐えろ。いや、いけるはず。ファイボでしょ。耐えろ、耐えろ。耐えれ。耐えれ、バカ誰が。OK、耐えた。あぶねー。ギリン。ギリ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 っす。お願いします。危ねえ。しかもこれで飛ばせてないと呪いのダメージを見込めなかったんで、結構危なかったですね。よし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 。危ない危ない。普通にテンプレ火炎でしたけど、なんとかなりました。アタック 0.9 でも意外といけるもんですね。いや、テンプレ火炎ってかあれか、コルヌのところだけ俺はベルーガにしてる感じだけど、まあ言うて強いな。コルヌティポパーラ、うん、強い。パーラと組み合わせて強い駒がコルヌとティポーンで両方あるもんな。やばいな。やばいやばい。やばいやばいのやば。次行きましょう。さあ、ちょっと指も凝ってるね。そう、最近ジム行ったり、ルーファクトリーやったり、マジでな、いろんなところに時間使ってる。あと、アマンガスとかもめっちゃやっててね。配信者界隈で。いろんな配信者の人とね、よく絡むんでね。はい。よっしゃ、目来たな。最初ヌラリ来たからそんな感じのあれだはあるけど、普通にこれ相性しんど。おお、オッケー。これ X 行きたいな。 X 行ってあげますか。うん、俺今日の方で 0.9 で通常進行してメヒに勝てる気しないんで X 行っちゃいます。どうせロック来たから。
で、囲ってきたらラムシュートクソ強いんで。あー、なるほどね。そういう感じね。わかるよ。わかる。気持ちはわかるよ。まあ、ロック切ったんで、よいしょ。一応罠回収要員としてクラリーチは残しておいて、で行こうかな。あんまり俺がやりたい動きかどうかって言われると怪しいんですけど。さあ悩んでるよ。ロック切ったからね。もうロックないからね。よし、バイスは美味しい。バイスは美味しい。痛い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 。でもリッチクソ強い。リッチクソ強い。でここ、おお、この春秋はもう出すしかないよ。しわ寄せ。ああ、幸せで幸せ。オッケー。さあ、こっから相手地獄よ。地獄を見せていくぜ。いいのか、俺に喧嘩打って。血を見ることになるぜ。俺のな。俺のなんですけど。あ、もうどうせお前踏みなんて入れてないだろ。踏みなんて入れてるはずねえだろ。だからそいつは踏んでいいんだよ。踏んでいいけど D 値打たれるって感じね。やらしいなぁ。まあでもこれやっちゃいましょう。これいっちゃいます。どうせ踏みじゃないんで。はいはいはい。ただこれあんたは分かってる。D 値打ったらダブコンぞ。D 値打ったらダブコンやで。あんた分かってんの ?D 値打ったらダブコンやで。な。10日で1割や。と1や。どないすんの?これラムショット取るしかないでしょ。あ、待って。取るしかないと言ってるけど、くすつえ。クソ強え、そいつ。どうしようかな。ちょ、考えていいですか。あー、でもこれは、あー、麦ったんでいい感はあるな。麦ったんでいい感はある。麦ったん打つ、守護取られる。待て。ちょっと考えさせて。いや、どうせ守護取られる動きされるんなら、これちょっとリッチ取りますか。リッチ取りますわ。うん、リッチ取っちゃおう。どうせ守護取られる動きに なると思うんですよ、これは。この後相手打つ場所的に。だったらリッチを取っといた方が美味しいと思う。相手から動線組まれることは多分ないんでね。多分ない。あー、でも E3、 うーん、まあでもすぐ取ればいいか。そう、相手辺置き右角しかないから、こっちからでいいんじゃないかな。で、罠駒切ってるから、とりあえずこれでいくか。だから怖いのビナぐらいなんよ、この後。 OK、 このビナ美味しいよ。このビナ美味しい。よし、このビナは美味しい。あとアタッカー1枚引ければいけるのかな。いけるんだよ。いや、待って、無理じゃね。まだ無理っぽいな。いければ2ターン耐える可能性は全然あるな。待て、考えよう。よーく考えよう。よーく考えよう。うん。まあ、シンプルこっち行きますか。相手1枚返し。いや、A にあるか。まあ、A にあるけど、A には別に今ビビる場合じゃないじゃん。相手もアタック 0.9 だしな。こっから2で飛ばせるんか、相手。あー、ちょっと待って。あー、うん、待って、これ右上 X 来て 1.6 3枚で止まないから、超めんどくさいな。 D5 つか。あ、でも、うん、そうね、 E4 ルキアだから大丈夫か。 D5 から入って 1.6 3枚残せばいけるか。だから相手はここから2手で飛ばさないと無理でしょ。やば、いけるか。そんな2手で飛ばせる手駒になってる、この 1B を。おっと、出が先に打つ。で、バイス切ってるもんな。 OK、 これ来たんちゃいますの。これ来たんちゃいますの。 OK、 ミューズいっちゃいますよ、こんなもん。ミューズいっちゃって、よいしょ。これは、これ来たんじゃないの。ヒヤソとかないよな。ヒヤソとかないよね。ねえ。5814。通る?いや、ぶっ!いや、アタック 0.9! おめえ今日アタック 0.9 だろうが。うっ!あはははは!飛ばされたー!ルシファーだったかー。やられたな。いや、まあルシファーもちょっと頭よぎったけど。まあこれは俺の神田のグレードが低いのがちょっと、あれだな、泣きの一回みたいなところだな。多分これランカー上位の神タンだったら勝ってるな。やられた。やりますな。まあさすがにそんな気はした。でもそんな気はしたよ、ちょっと。そんな気はした。若干そんな気はした。だってエンデガとかバイセとかあんな雑に切ってきて、ビナも雑に切ってきて、そんな気はしたよね。そんな気はしたけど、普通にちゃんと持ってましたね。あー、やられた。あとHP が200足りませんでしたね。まあ、まあでもここまで追い詰められたのはでかいですね。リンガット欲しかったな。リンガット欲しかった。おお、即流。即流来たな。はい。さあ、即流来ますと。これ、どうせ X 来るんで、今日の即流またく 0.9 ですよと。春秋、
これはどっちから行きたい。俺もこっちから、こっちから行って春樹打ってシーミュースとかでいいんじゃねって思っちゃってあーよかった、こういう、おお打っといてよかった、打っといてよかった。あーどうなんだろう、ちょ待てこういう時は冷静に考えましょう。はい、オッケー、ラムちゃん引きましたね。ラムちゃん引いて、オッケー、これ一回囲いますか。よいしょ、囲って、まあ一応まだ運転に効いてるんでね。マロニーとか持ってたらマロニー切るよな。一番右の子は多分 SK だと思うんで、SK ゲーミングだと思うんで、はい。で、今日の補正、ミュータントタートルズから3枚はおそらく無理なんで、ここはもう C からいっちゃいまして。多分マロニーじゃないと思うわ。マロニー持ってたら初手 X マロニーとか相手も動けるはずなんでね。多分マロニーじゃないと思うんで、ここマロニーで X 来ることないと思うんで、こっちから行きましょう。トップでマロニー引くやつおる。ちょっと待って、なんかいけ、うおし、激アツだけど、お前そのトップのマロニーは、そのトップのマロニーは仕込んでるだろそれは。マジかよ、そんな仕込みマロニーある。あ、仕込みマロニー、まあ、ジェインだった。ちょっと待って、やばいっす、やべえな、やべえな。まあでもアタック 0.9 で、いやまあでもこれしばくしかないですね。はい、まあエルティナ行きまして、まあこれで大丈夫でしょ。次だってミューズ復活するもんで、エルケスギリギリ打ってないぐらいか、わからんけど、よし。怖すぎだろ。そこトップでマロニーちゃんと引いてくるってあたりはやるな。まあまあ今回は俺の引き強かったな。よし、オッケー。そんな感じかな。よし。まあ言うて普通に勝てますね。うん、普通に勝てる。やっぱミューズ強いね。まあ、ミューズの活躍がやまないけど今のところ。よし。なんか意外とマデッキいないな、やっぱ。うん。意外とマデッキおらん。あと1回いっか。ちょっと久々のあれなんで、リハビリ感覚なんで、多分次負ける可能性もあるんですけど、ちょっとやっちゃいたいと思います。ちょっと、水飲もう。ああ、おいしい。よし、集中。うえー、マジかよ。潜らんかったらよかった。あー、アタック 0.9 に加えて、宮沢も勝っちゃいますか。これ、バカきついな。ちょっと見よう。はい。あー、もう最悪です。最悪。お疲れ様でした。もう、ブラウザバックしてる人いるかもしれない、もはや今。とか言ってたら、本当にするかもしれないんで、やめときましょう。あー、これ、平行行きたかったな。こんなん来たら、平行行ってない。平行打ってね、ワンチャンルシー取るみたいな動きもね、実はあったりするんですけど、まあどうせ対策されるんですけどね、あの打ち方もね。うおー、リッチ強え。さあ、ここ誰乗るんですか。ちょ、ラン以外だったらマジで何でもいい。ラン以外だったら何でもいいわ。あーしよし、ちょうどいい。OK、むしろいい。これ、ルシーのデバフかけられる前に、ここで軽く出しておけるんで、むしろ OK です。アイスブレイク。まあむしろ OK ですが、厳しい状況に変わりはない。はい。んで、ここは X 集合かな。よし。無ギッタン引いてんのはいいよ。はい。集合 X 行って、アルゴットシール。ペタッと貼りまして。で、E4 信号来て、CG 麦から入るかどうかだよな。E4 が一番だるいけど。OK、それは美味しいよ。これは夏場の発動が一番めんどくさいから、角から冷たいけどどうしようかな。はい、まあ角いきますか。角を打って、でワノゴマ来なかったらジークでしばいてコンボライフは残しますか。最悪リンガとあるんでね。まあ相手マフェリじゃないし、こっから進行でも意外と HP 残ると思う。うえまあオッケー、角から打ってよかった。よし、ミュータントタートルズ。熱いけど、まだロック切ってないのか。ここロック切ったらめんどくさい。
まあ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 、でも暑いことに変わりない。暑い、暑いことには変わりないんですよ。で、ここだなー。あー、まあ、ロック来るかー。これ、リンガと受けてほしいなー。できればリンガと受けて。できればリンガと受けて。あ、でも、ウンディーネ引いたらウンディーネ同アタックだから無理だな。春秋来い、春秋。あー、リンガと出ちゃう、これ。アタック同数なんです。あー、私たち同い年なんです。あー、同い年なんですわー。同い年なんですわー。これ、A4 繋がれて最悪 C6 でぶちかばされるー。あー、厳しい。ここ、ウンディーネーなー。春秋出てほしかったな。春秋か。まあ、最悪、ブチャラティでもよかったなー。やばいな、これ。A4 絶対つなぐに来るでしょ、これ。お、つながない、これつながないな。でも、あれじゃない、レニアドじゃない、あれ、レニアドの香りしてきた。レニアドの香りしてきた。でも、はい。OK、もうブチャラティ引いたんなら、もうこうするしかないわ。OK、外して、熱い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 。まだ参る、まだ参る、まだ参る。まだ参る。さあ、ロック1枚切ってよ、ロック1枚切って。何引いたのあれ。あ、アイシェだ。アイシェだよな。アイシェだな。うん。アイシェだから、テスカでもなければ、あいつでもない、あいつでもない、名前出てこない、名前出てこない、なんだっけ、あいつの名前、シンティアじゃないから、で、セグメントで1枚 S 切ってる、だから、あと1枚 S しかなくて、どうよ、サタンも持ってる、よし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 、これいけるんじゃないか、お前ら、力を合わせろ、力を合わせろ、力を合わせろ、お前ら、力を合わせていけ、600の、え、待って、足りるんか、これ、500ですね。え、待って、若干足んなくないか、これ。若干足んなくない、合ってるか。いや、若干足んないじゃねえかよ。もうふざけんな。なんでこれで足んねえんだよ。やばいって。やばいって。ここ足りてくれよ。アタック0.9のに。いやー。ただ、相手はファースト切った。サタン持ってたらサタン来るはずなんだよ。サタン持ってね。やっぱそういうことよね。そういうことよね。そういうことよね。もうなんで今ので足んねえんだよ。なんで今ので足んないんだよ。終わった、負けたわ、これは。いや、今ので足んねえが、もうちょい火力出してくれたらいけたかもな、ミューズのバフかかってな。いや、リンガと欲しかったな、リンガと欲しかった。リンガと欲しかったっていうか、ブチャルティ、いや、じゃ春秋をね、2ターン先に引いてあれしたかったな。くっそー、今の足んねえのはちょっと、これは悲しみ。ってことで、だって足んないよな、ちょ、もう一回計算させて。7280足して、たぶん12880ぐらいなんで、300ぐらい残るんですよね。くっそー。くっそーということで負けましたね。まあアタック 0.9 なんで仕方ないところあるけど、惜しかったね、惜しかったって感じで、意外とやれなくはない。意外と、ごめんなさい、もう5回やって2回負けちゃって言ってるのもなんなんですけど、意外とやれなくはないんで、よかったら皆さんも使ってみてください。惜しかったな、もうちょっとバフ欲しかったな、もうちょいバフ欲しかったなってところで、まあ意外とやれなくはないんでね、うん、よかったら皆さんも使ってみてください。まあさすがにちょっとルシはあれですね、交通事故みたいなところあるんで、一応皆さんもね、神タン使いたいなってなった時に、あえてこういうなんかマデッキが強そうなところに神タンで突っ込みに行くっていうのもね、俺は悪くはないと思うんで、ね、よかったら使ってみてください。ということで、この動画面白かったら高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。